ビエルゾーンは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、シェール圏のコミューン。鉄道駅ビエルゾンビー駅の存在が知られる。また、コミューンは、ソローニュの森に近接している。ビエルゾーンは、イエーブル川やシェール川など5つの河川の交差路に、あり、ベリー運河が横切る。ベリー地方とソローニュ地方の境界にあたるコミューンである。現在、a 十一 a 二十 A80 がコミューン内を通る道路のジャンクションになっており、パリトゥールーズ間ナントリヨン間の鉄道ハブ駅でもある。ノートルダム教会、シェール川南部のベイヨンという戦士時代の遺跡から角石を作る工房が見つかっている。ビエルゾーンはカエサルがアウアリクムを放囲した際、ウェルキンゲトリクスが破壊した20都市の一つであるとみなされている。ローマによる ガリア征服後、ガロローマ時代には、オッピルムが置かれたと見られる。メロビング町時代には、城が築かれていた。ベリー住民の伝承によると、現在のコミューン庁舎の場所に926年、ベネディクト会派の修道院が建てられたと伝えられている。903年に、ノルマン人による襲撃を受けた、サンジョルジュシュルライコールプリの修道士たちが移ってきたのだった。彼らは、 聖ペルペテューの聖遺物をビエルゾンへ移した。聖遺物は1807年にノートルダムド・ビエルゾン教会へ移され、現在に至っている。1632年、ビエルゾンはペスト流行に苦しんだ。住民は聖ペルペテューを特別な守護者として取りなしを願い、聖遺物箱を担いで礼拝行進を行い、神が住民をこの悲劇的状況から救った暁には、 銀星の聖遺物箱を率先して奉納すると祈った。すると、たちまち薬病は病んだという。この時から聖、ペルペキューはビエルゾンの守護聖人となった。10世紀、ノルマン人たちがビエルゾンに自分たちのモッドベイリーを築いた。彼らがビエルゾン領主となり、町は城の西側城壁において成長していった。リチャード自身のやエドワード黒大使の時代。 イングランド軍がビエルゾンの町を燃やし、城を奪った。1370年にベルトラン・デュー・ゲクランはイングランド軍を敗走させ、ビエルゾンはフランス王国に復帰した。町はジャンヌ・ダルク軍の補給基地にもされた。ヨグノー戦争においてはカトリック同盟に属しながらビエルゾンは被害を受けた。1789年のフランス革命でビエルゾンは衝撃を受けなかった。 第二次世界大戦中の1939年から1945年まで、ビエルゾンには境界線が引かれ、南半分は BC 政権下に、北半分はドイツ占領下に分断された。1944年7月、ビエルゾンは市外の7割が空襲で破壊された。1937年に共産主義者であるジョルジュルソーが市長に当選して、以来、 左派傾向の強いコミューンとなっている。ビシー政権下にあった1941年には政権に忠実な人物で構成される議会に変えられていた。解放後の1945年の地方選挙では共産党や労働組合系の当選者が半数を超えた。伝統的に工業の町で金属化工業や化学工業が行われる。またコミューンの規模と比較しても、 鉄道のハブ駅を抱えるために、鉄道の存在が大きい。コミューン北部には、商業区域がある。ソース、ノーティス・アフィチ・ダンラ・チャペル・デ・サント・パーペット・シューア、ノートルダム・デ・バイアザーン、カンサルティル20と2008、ポール・ゲリン、レプティ・バランディスツ、ビ・デ・セインツ、パリ、ブラウド・イバラル・ライブレアーズ、1876、トーム3、P230。ありがとうございます。